What's up, everybody, guys? Welcome to Mia Maroon's Hachi Zaina Tutorial. ということで、今回のトピックは、パラットソルバ編。結局、重力。ということで、やってまいりました。今回ですね、作るものは、こんな感じになっております。今回はタッチデザインなので、重力を用いた、物理シミュレーションをやっていこうと思います。あんまりタッチデザインって重力シミュレーションのイメージないと思うんですけど、例えばユニティとかだったら、リジットボディをつければ簡単に物理シミュレーションができるんですけど、タッチデザインでは、便利なライブラリが用意されています。それがパレットソルーバーです。ということで、早速、やっていきたいと思うので、こちらを、最初の画面を消してやっていきましょう。で、いきなりまずですね、パレットソルーバー。コンプの中のバレットソルバを選択します。そうすると、いきなりこんな画面が出てきますね。せっかくなので最初スタートをしてみましょう。そうすると、同じように重力を用いて、物理シミュレーションができるようなシステムが最初から入っています。バレットソルバをやる上で大事なのが、アクターっていう概念なんですけど、この一つ一つがアクターというものになっております。で、アクターというのも2つ種類があって、ダイナミックアクターとスタティックアクターっていうのがあります。それでは実際にバレットソルバーの中に入ってみ、見てみましょう。こちらがですね、ダイナミックアクターですね。で、こちらがスタティックアクター。要は、ダイナミックアクターっていうのは動くやつ。スタティックアクターっていうのは動かないもの。で、この2つを、動く、動かないで判断してやっていきます。で、基本的には、動くものの方が重いです。なので、ダイナミックアクターを使いすぎると、かなり、フレームレートがね、落ちちゃうみたいなことが考えられますので、そこはご注意ください。ということで。で、こちらの方は消していきます。で、実際にね、バレットソルバーの中で0から作っていきましょう。ということで、まずは、ボールを作っていきます。最初に置くのはスフィアですね。スフィアを置いていきましょう。で、スフィアはポリゴンにして、だいたいフリークエンシーは4ぐらいにしておきましょうかね。で、次に、トランスフォームをつなぎましょう。で、だいたいトランスフォームの、スケールは0.15とかにしておきます。そしたら、ここでアクターというものを追加します。アクター。これがバレットソルバーの中における、まあ、いわゆる、まあ、ジオメトリー的な、役割ですかね。で、これは、ダイナミックにしておきます。で、このアクターは動くものなんで、ダイナミックにしますね。はい。したら、次は、カゴの方を作っていきましょう。カゴはですね、同じくこいつもスフィアです。スフィアを作って、で、次にカーブソップを置いていきます。で、カーブの、ソップのファースト U を、オフにしていただいて、こっちの V をね、続けていきます。そうすると、これ上からこうやって削ることができるんですよね。なので、この値をだいたい0.55とかにしておきます。で、この後に、トランスフォームで、あ、間違えました。トランスフォームを置いて、スケールをだいたい、横と縦をちょっと、ばめて、こちらを1.5とかで長めにしておきます。はい、ちょっと気持ち悪い見た目なんですけど。この後に、グループソップですね。グループソップを、置いていきます。そしたら、このプリミティブをポイントに変えて、ポイントを選択していきます。で、ここで便利なのがバウンズ。いう、バウンディングボックスので、選択できると、ポイント。
この黄色くなってるところが選択してるところですね。これをなるべくちょっと下の方に、やっていこうと思います。下の方を選択していこうかなと思ってます。そして、まあ、だいたいマイナス1.5とかで大丈夫ですかね。もうちょっと上にしようか。はい。そしたら、次は、この選択した部分のトラン、え、大きさをトランスフォームで、トランスフォーム。で、選択したところだけを、つまみたいので、ここでグループ1と、やります。で、ここを0.4にしてもらって、0.3で縮めると。こんな形になりますね。OK でしょう。で、今ですね、これが、メッシュになってるんで、これを、アクターではポリゴンしか使えないので、コンバート、トップで、これをポリゴンに変えていきます。そうすると、ポリゴンになりました。そしたら、またここで、アクターを追加していきましょう。はい。できました。で、アクターは、こちらのアクターはですね、ダイナミックじゃなくて、スタティックにしていきましょう。で、ここは大事なんですけど、こいつですね、上空いてます。で、アクターのスタティックとか、まあ、これはダイナミックに起きることもそうなんですけど、コリジョンシェイプというものがあります。これが、今、コンケーブに、コンベックスになってるんですけど、コンベックスっていうのは、要は凸面ですね。尖ってるものの方の、衝突を取ると、形を取ると。なんで、今回は、O の方ですね。くぼんでる方をやるので、くぼんでるのはこのコンケーブです。しかもコンケーブはスタティックオンリーでしか使えません。で、実際にどういったコリジョンのか、シェイプをしているのかっていうのは、このディスプレイガイドで見ることができます。で、こんな感じの、コリジョンのシェイプを持っています。はい。で、アップデートコリジョンシェイプにはオンをしておきましょう。はい。そしたら、こちらの X フォームから、位置をちょっとマイナス0.5とか下に下げておきます。したら、マテリアルで、本を、色付きます。で、アタッチして、このマテリアルアタッチして、ワイヤーフレームですね。OpenGL。このワイヤー、フレームをやってもらうと、なんかちょっとこう、鎖みたいな、鎖じゃねえや、なんか、カゴみたいな感じになります。はい。これが大事。そうするとカゴみたいになるんでね。これがいい、なんか味出ますよね。で、RGB を、まあ、0.8とかにして、ちょっと金属っぽくしたいので、まあ、本当は、PBR とかでやれって話なんですけど、こっちのスペキュラーの方で0.7とかにしておきます。そしたらちょっと、アクターのこっちの方に戻って、こっちがですね、コンベックスパル。だからこれは、凸面なんで、一応これで大丈夫なんですけど、これよりもちょっと軽いの、衝突として軽いのがありまして、それが、バウンディングスピアですね。他にも、ちょっとたくさんいっぱいあるんですけど、ここら辺の説明はね、後々。今回はしないんですけど、後々やっていければなと思ってます。で、そしたら、これも同じようにディスプレイガードをつけると、こんな感じの、コリジョンの形になっています。で、コンティニアスコリジョン、ディテクションというのがあるんですけど、これは一応オンにしといた方がいいですね。
まあ、ちょっとこれを説明すると長くなるんですけど、まあ、要は簡単に言うと、衝突っていうのはフレームとフレームの、間で、どのくらい位置が動いたとか、その相手のものとの、間の距離がどうなってるのかみたいなのをフレームとフレーム間でやるので、例えばものすごくガーって動いた時に衝突検知ができないっていうのが、あるこうよくあるんですけど、それを、まあね、最小限なくしてくれると言えますね。これをつけておけば。まあ、といってもでき、あの、本当に早く動いちゃうとできないときはできないんですけど、まあ、多少は緩和されるという感じになっております。はい。ということで、ちょっとここら辺のフリクション、ここは摩擦とかですね、もちょっと適当にこうやっていじっておきます。で、こちらにも、ポンを置いて、アタッチして、で、色は、僕は黄色が好きなので、黄色にしておきます。はい。一応、これでアクターと、ダイナミックアクターと、スタティックアクターができました。で、これで一回、階層の戻りましょう。そうすると、こんな感じになってますね。で、実際にスタートしてみましょう。はい。そうすると、こうやって衝突ができて、入ってきますと。例えば、このコンビ、さっきはコンケイブにしたんですけど、例えばコンビックスハルとかにすると、まあ、凸面ですね。そうすると、一回、イニシャライズして初期化して、スタートすると、はい。こうなるんですね。このあくまでこの上の、とつってるところを、衝突として検知しちゃうので、こうなってしまうと。なので、穴としてやりたい場合は、コンケイブでやるのがいいというわけですね。はい。で、こっからは、実際に、こいつ、アクターを、ボーラのアクターの方をどんどん複製して何個も作っていきたいと思ってます。で、その中で、結構使えるのが、このアクターでも、レプリケイターですね。レプリケイターを、使います。で、レプリケイターのマスターオペレーターにこいつを入れていくんですが、一応名前を、ボールマスター。1という名前にしておきましょうね。で、ここに入れて、このバイテーブルをナンバーにして、ナンバー、これを増やすと、どんどんこうやって増えていきますと。ちょっとこれが。はい、こうやって増えてきました。で、これが、ついてるのは、コリジョンシェイプイズアウトオブデイということなので、これですね。この、こいつをオンにし、れば、こいつは消えます。はい、消えました。ということで、こんな感じで、複製ができました。例えば、上に戻って、同じように、スタートしてみると、はい、こんな感じで、もういい感じでできてますね。で、ちょっとこれだと、同じ位置から、ボールが、出ちゃうんで、これを変えるのを、その、複製した時に個別に、変えれるように、したいと思います。それは、この中でやっていきましょう。で、ボールマスターの中に入ってもらって、で、インとアウトの間に、オーチ。トランスフォームを入れます。トランスフォームソップを入れます。で、ノイズチョップを置いていただいて、で、チャンネルをですね、ここをサンプルにして、0にすると、チャンネルになりますね。で、ここで t, x, y, z
すると、XYZ が取れるということですね。で、ノイズはこのままで、大体アンプリチュード1.3とかにしておきましょう。で、トランスフォームの、ここに、X、Y、Z と入れてあげます。で、ここで、その個体ごとに、位置を変える方法なんですけど、このボールマスターのところに、カスタムパラメータを作りましょう。で、カスタムパラメータの作り方は、まあ、とりあえずこんな感じというので覚えていただければというんですけど、こうですね、カスタマイズコンポーネント。で、ここに、digit と、入れます。で、値はまあ、フロートでいいですかね。で、アットすると、digits っていうのが生成されます。これですね。で、ここには、me.digit。そうすると、1って入ってきますけど、おい、この digits の1って何だよっていうのは、このマスターの後ろについてる、この1って名前ですね。例えば、これが、2ってなると、この自分の digits が2に変更されました。ということで、この値がそれぞれアイテム0、1、2と思っているので、その値を、参照して、ノイズのシードにぶち込むと、それぞれランダムな値が出てくると、いうことになっております。そしたら、ここの、ディジットをコピーパラメータ、して、シードにぶち込んであげましょう。そして、一旦レプリケーターを0にして、複製すると、まあ、実際にこのアイテム0の、ちょっと見てみると、ここは0になって値が違いますとか、こいつは1で、まあ、これはこれと一緒なんですけど、これは2で、ね、また違い値が入ってきますという感じで、それぞれ個体で、違うランダム値を取れましたと。で、このマスターの方は、このディスプレイと、レンダーフラグを切っといて、で、このですね、レプリケイターの方の、こっちは、全部、コメントを外しといて、レンダリングできるようにしときます。はい。はい。こんな感じで、とりあえずここまで来ましたと。で、実際にインポールして、スタートしてみると、今あるんですね。レプリケーターで0なんで何も出てこないですね。その出てこないじゃないですか。これを動的に、生成したいなと思ってます。なんで、タイマーチョップを出してもらって、セレクトチョップで、タイマーフラクションを持っていきましょう。で、バレットソルーバーのイニットオールのところをコピーパラメータして、イニシャライズのところにベーストリファレンス。今度はスタートし、シミュレーションのところをコピーパラメータしてもらって、ベーストリファレンス。でやると、ここスタートをしたときに自然に走るようになってますね。で、イニシャライズしたときもこっちもイニシャライズするというふうになってます。で、これをうまく活かしていこうとね。で、こっちのレングスは5にしといて、OK。で、そしたら、もう一回バレットフルーバーの中に戻って、ここでインチョップを追加してやります。で、インチョップを追加して、ここにマスを入れます。マスを入れます。ダジャレみたいになっちゃいました。全然おもんない。はい。ここは置いといて、で、ここに、次は塗るを入れていきましょう。そしたら、インチョップを、さっき中に追加したので、ここに、穴が出てきますね。そしたらこいつを
切るようになります。そしたら、だいたいマスが、こう、そうですね、だいたい0から5、さっき5に書いたんで0から5、まあ1秒に1個ずつ生成されるようにします。で、このレプリケーターの、ナンバーオブリプリカントに、入れてあげます。そうすると、実際にシャライズして、スタートすると、どんどんボールが出てきますね。おー、できた、できた。はい、こんな感じで、いい感じに、できました。というわけで、この、最初の、で、バレットソルーバーは大体終わりです。で、こっから衝突したものが何個あるか、ボールがあったと思うんですけど、それを作っていきます。で、ここで大事になってくるのが、実はチョップにバレットソルーバーチョップというものがありまして、ここでバレットソルーバーに関する情報を何でも持ってこれるという最強お手軽チョップです。で、今回はコリジョンしているものが欲しいので、コリジョンインフだけをオンにして、あと全部はオフにします。そしたら次。今ですね、これはトリムチョップを置いて、ちょっとね、いらない情報が、入ってるのがあるんで、トリムで、だいたいスタート3ぐらいにしようかな。3ぐらいにします。そしたら、コライディングしてるんで、まあ、これは3、まあ、2でもいいのかな。まあ、どっちでもいいです。2にしましょうか、じゃあ。まあ、いらない情報っていうのが、まあ、要は、この、バレットソルーバーの、このアクター一つ一つの、情報が入ってきてるんですね。で、その最初の1番っていうのが、使わないマスターのこれと、これなんです。で、2番目が、このアクター2の、こいつの、コライディング情報。で、これは必要なくて、僕たちが今欲しいのは、このボールだけなんですね。なんで、マスターと、アクターを、削るために、1、2は、削ろうと思ってます。で、こっからセレクト。で、コライダーの、何がぶつかってるかっていうのを、知るには、このコライディング。コライディングですね。コライディングが必要なのと。で、ここで、この全部の合計を知りたいと。コライディングの合計を。ここにアナライズでサムをやります。そうすると今4個当たってますね。ほら、実際に4個当たってますよね。っていうのが取ってこれると。で、これを、ヌルに入れます。はい。したら、こっからはいつも通りですね。まずカメラ。カメラを置いていきます。で、次。ライト。ライトは、いつ置こうかなと思ってます。で、カメラは、まあ、こんな感じで設定しておいてください。0.9、0.7、2.1、マイナス30、これか、24。という感じですね。はい、次。ライトは、10で、このままで OK。で、こっちは、ライトの種類を、コーンライトに、変えて、コーンアングル0、コーンデルタ、
16とかにして、で、ちょっとシャドウもつけていきます。シャドウ。つけて、Y を5にして、こいつ0にして、上、真上から、落とすように90とかにしましょうかね。で、カメラも、ちょっと一旦カメラに戻って、ビューの FOV を60にしておきます。そしたら、レンダードップ。で、レンダリングをしていきます。はい。こんな感じで見えましたね。で、せっかく、ライトを上から照らしているので、床も追加してあげましょう。で、レクタングルで、ZXY プレーンにします。で、トランスフォームの、置いといて、塗る。いきなりジオメトリー繋いじゃっていいか。ジオメトリー繋ぎます。そうすると、出てきました。はい、そしたら、こっちはだいたい大きさは、とりあえずまずマイナス2ぐらいしといて、下に置いといて、日本のスケール30ぐらいですかね。はい。そうすると、出てきました。っていう感じですね。そしたら、マテリアル、フォンを置いて、パラメータにアタッチするしてあげると。ほんで、ディフューズでこいつを真っ白にしていきます。はい。いい感じになりましたね。そしたら、次が、ボールの、このボールの数をテキストトップで持ってくると思います。で、まず最初に、解像度を 1280×720。こいつの、やつと一緒にしてあげます。で、だいたいフォントサイズを100ぐらいにすると、このくらいの大きさになりますね。で、そしたら、まず、このコライディングの情報をテキストに、ちょっとプリファレンスで貼り付けてあげます。そうすると4.0って出るんだけど、4.0は、一応、フロート型なんですよね。なんで、これを、まず、イント型に変えて、イント型に変えます。で、イント括弧するとイント型に変わります。で、かつ、これをストリングに変えます。文字列情報に変えます。ここで str 括弧すると、文字列情報に。まあ、見た目はわかんないですけど、変わります。そうすると、何がいいかというと、ここで、プラスで、例えば自分の好きな文字列を追加して、こういったことができるようになります。っていうのが、やりたい。あるんですね。はい。したら、これで、コンポジット。で、ここにトランスフォームを入れて、コンポジットにつなぎます。で、このマルチプライを、オーバーに変えてあげて、これを逆にしてあげましょう。そうすると、4ボールっていうのが出てきました。これもまあ、だいたいいい感じの0.25とか、0.2、もうちょっとかな ?7 とか。で、こっちをマイナス0.05にすると、はい、できましたと。で、このまま、パレットソルバーのスタートを押すと、あ、一回イニシャライズですね。すると、1、2、3、4という感じで、重力シミュレーションを行うことが、できました。という感じでね、今回は、こんな感じです。で、実際に、これを使って、私の、作例の方がですね、ニワマルーンと、調べていただくと、自分のインスタグラムの方が出てきまして、
これはですね、このように、上からボールを落として、同じようにですね、ボールを検知していると。まあ、こういったゲームを、ね、作りましたと。まあ、これはですね、入った時にずっとボールを、保持しているのが意外とこれ難しいんですけど、まあ、それをちょっとこれをいろいろやって、まあ、さらにこのね、ズームで配信することによって、オンラインイベントみたいな感じで、やることが可能になっています。というわけでですね、実際に、このようなバレットソルバーを使って皆さんも、何か使ってみてくださいということでありがとうございました。See you next time.